航空機だけでなく、水中でもドローン開発は加速しているのは、日本においても同じです。南西諸島防衛強化で、機雷敷設除去ドローン開発を本格化させるとの情報をキャッチしました。今回は、この機雷敷設除去ドローンを詳しく見ていきますね。日本の防衛費も 2% となる中、開発だけでなく、今すぐにでも必要な分野にも回す必要が出てきますよね。世界でドローン開発が進んでいますが、日本が遅れをとっている分野です。巻き返しをしてくれないとね。2022年11月現在も続くロシア・ウクライナ戦争においては、少し前にクリミア半島のセバストポリのロシアの黒海艦隊の艦艇が、ウクライナの放った水上を航行する自爆型の水込みドローンの攻撃を受けた可能性が報じられた。報道を見る限りにおいては、その水上の自爆型ドローンは、小型のボート上の船体に自爆用の爆薬とカメラが取り付けられたもののようで、すでにアメリカがウクライナに供与した兵器の中にも挙げられていた。攻撃そのものの成果や詳しい状況は、ウクライナ側が情報を公開していないため、何とも言えないが、報道で流されていた動画が実物だとすれば、ロシア側の水上戦闘艦からの機関砲等の射撃を飼い潜り、接近していく様子は、臨場感があった。こうした海での戦いに投入される軍事用のドローンも、今後は、増えこそすれ、減少することは、考えられない情勢となりつつあるが、日本でも、新たな海の分野のドローンの開発を進める動きが加速してきている。ただし、現時点で、日本で検討されている、海の戦いに向けたドローンとは、ウクライナ側が、ロシアに対して実施していると、おぼしき水上の自爆型のようなものではなく、海中を舞台に活動させることを想定したものであると考えてよいだろう。この2022年11月に、日本政府筋から確認されたという情報によれば、今後、日本は、尖閣諸島などの南西諸島の防衛力の強化策の一環として、海中で、機雷の敷設を担い、かつ、逆に、その除去も、同時に担う兵器を開発することになるとされる。こうした海中用の無人機の開発は、来月12月に予定されている防衛計画の大綱等の文書に反映される見通しであり、南西諸島の防衛に向けては、自ら機雷の敷設による封鎖を行う可能性や、逆の場合の除去が念頭に置かれている。海における機雷を使用する戦闘という観点からは、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦の監視として、ちょうど今年2022年の春から収益を始めた、もが、味方の存在を思い浮かべる方も多数おられるのではないかと思われる。もが、味方護衛艦は、すでに、1番艦で、ネームシップの、もがみ、2番艦の、熊野が収益済みで、そして、3番艦の、の城が、この12月に収益見込みとなっており、新たな監視記号である FFM が付与されたことでも注目を浴びている。もが味方は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルの艦隊を持ち、コダグ方式の機関から7万馬力を発生。最大30ノットの速度を発揮する。最新鋭のステルス性能と、その大きさにして、省人化が進められているもが味方は、乗組員数に、その成果が反映されており、わずか90名で、その大きさの艦艇が運用されることを可能としている点も、よく知られている。しかし、何と言って、ももが、味方がたい新たな監視記号である FFM を付与された理由としては、フリゲート艦であることを示すと同時に、
飛来を意味するマインが包括されていることであり、対機雷戦闘を想定している点だった。海上自衛隊において対機雷戦闘を担う戦力といえば、従来はもっと小型の掃海艇がその任に当たっていたが、もっか型は水上戦闘艦としての警備行動に加え、その分野にも対応すべく設計された艦艇となっている。そのためもが、身型は対機雷戦闘専用の OQQ-11 ソーナーシステムを実装しており、かつ水上で機雷の除去を行うドローンと、水中にて機雷の探索を行うドローンの2種類の運用能力を持っており、これまでの護衛艦とは一線を画している。ただし、ここで注意しておかなくてはならない点は、もっか身型が搭載する水機雷戦闘用のドローンとは、水上で運用される除去を担うものと水中で探索を行うものであり、水中での除去は含まれていないという点である。ちなみに、水中での機雷の探索を行うドローンとしては、2017年に三菱重工業者が製造を担う OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機がすでに正式採用されており、もっか身型が装備することを念頭に開発されたものといえる。今回、水中での機雷の敷設や除去の両方の任務を担い得る存在のドローンは、ジャムステック国立研究開発法人海洋研究開発機構が1998年から運用中である深海巡航探査機浦島をベースにするものとめされている。深海巡航探査機浦島は、搭載された制御用のコンピュータに指示する内容を打ち込めば、海中を自律的に行動してその内容を実施するドローンであり、高解像度で海底の地形や構造を入手可能なツールとなっている。これまでは海中の各種の調査に関しても、母船から有線ケーブルで接続された探査機を使用していたものの、やはり有線による探査機は行動上の制約が大きく、自立で先行しデータ収集を行うことが可能なドローンが求められた背景がある。もともとは深海巡航探査機浦島も無人探索機の実証実験機として製作された経緯を持つものだが、各種のデータ収集で得られた結果をもとに、2009年に実用に供される探査機として完成し、今に至っている。深海巡航探査機浦島は、全長 10.0 メートル、全幅 1.30 メートル、重量7トンという大きさがあり、各種の実験用の機材を多数搭載することができ、無人機であるため実際に行われることはないが、そのスペースには大人でも4人は楽に乗り込めるキャパシティを持つ。そして何といっても注目されるのは、深海巡航探査機浦島の物理的な最大使用深度であり、実にこれは3500メートルに達すると公表されており、有人の軍用の潜水艦が300メートルから600メートルほどとされるのとは、文字通り桁が違う。今後の海中で機雷の敷設や除去の任務を担い得るドローンは、こうした深海巡航探査機浦島で培われた実績をもとに、さらにその倍となる7000メートルにも及ぶ最大使用深度を目指すとめされている状況である。深海巡航探査機浦島も、その動力にはリチウムイオン蓄電池を採用しており、これも海上自衛隊の推進鋭の対鯨型潜水艦と同様の方式であり、今後の蓄電池性能の向上でさらなる連続航行時間の増加が期待されている。ただし、実証実験機であった頃の深海巡航探査機浦島は閉鎖方式の燃料電池を搭載していた時期があり、この時の2005年2月には
その方式で世界記録となる 317km の連続航行距離を達成したこともある。これが今はリチウムイオン蓄電池に一本化されていることを見ても、今後の日本の海上自衛隊の潜水艦は通常動力型を継続する限り、しばらくの間はリチウムイオン蓄電池の形式を継続するあろうことが伺えるだろう。今のロシア・ウクライナ戦争でも海戦壁等にはトルコ製の無人航空機であるバイラクタル TB-2 を有効活用したウクライナ軍がロシア軍の戦車等の装甲車両に対してもかなりの損害を与えることに成功したと言われてきた。多分にウクライナ側の戦意高揚を目的とした意図的な報道が含まれていたにせよ、新時代の戦闘には無人機が欠かせないことは確実となりつつあるが、自爆型の攻撃兵器という範疇は日本にはハードルはまだまだ高そうだ。そうした政治的な傾向は顕著になりつつあるとはいえ、深海巡航探査機浦島の長年にわたる運用で海中の無人機についてはノウハウを蓄積しているとおぼしき日本では、ぜひともその分野では先進的な開発が行われることに期待したい。